入る前、プロレスラーになる前はどんな人生というか生き方してました？ダンスずっとやってました。ダンス、高校、定時制の高校行きながらダンサーになりたかったからダンスをずっとやってました。あのダンスでご飯を食べていくって考えた時に、なんかすごくダンスが今まですごい楽しかったダンスが楽しくなくなってきちゃって、なんかその時にちょっとどうしようかなと思ってる時に、まあ、母親に結構もう昔からプロレスやりなよとは言われてて、でもずっとプロレス好きじゃなかったので、もともとずっと断ってて、でそのダンスでご飯を食べようって考えた時に、あれなんかちょっとダンス楽しくなくなってきたかもしれないっていう時に、母親にプロレスやらないって言われて、それできっとダンスは趣味でやってた方が楽しいんだなって思ったから、私としてはすごい現実的な選択肢としてプロレスがありました。現実的、うん、なんかほとんどの人はね、プロレスって言ったら多分両親に反対されたりとか、すごいいろいろ偏見とかもすごいあるの知ってるから、ちょっと変わった選択肢だと思うんですけど、うちからしたらもうなんか家業を継ぐみたいな感じで安定した手堅い手堅い選択肢がプロレスでした。でもちっちゃい時から身近にはあったプロレスっていうのありましたね。もう私母親がもともと中学生ぐらいの時からプロレス好きでずっと見てて、私はもう2歳ぐらいから連れてかれてたので、プロレス面白いっていうよりかも日常生活でした。ちっちゃい時はお母さんかっこいいで見てたけど、やっぱりこうある程度の年になると、なんで他の子たちは土日はみんな映画館に行ったり水族館に行ったりしたりのしてるのに、私だけ毎週土日プロレス会場に連れて行かれなきゃいけないだろうってとは思ってて、あとなんかその頃母親がヒールレスラーやってたので、あの家に帰ってきた母親に説教とかなんで悪いことするのみたいな説教とかしてましたね。あんまりなんかプロレスやってるお母さんが大好きとかそういう感じではなかったかな、小学校中学年から高学年ぐらいになると。会場に行ってもそのブーイングを受けている母親を見なきゃいけないとか、流血してる母親見なきゃいけないとか、させてる母親人を流血させてる母親見なきゃいけないっていうのはやっぱり最初はきつかったですね。まあ、そうやらないって言われた時にそういうのも多分よぎったりしていろいろ悩んだと思うんですけど、私はもう絶対にプロレスラーにはならないって言ってたし思ってたし、やっぱりいろんな方関係者の方に会場行くたびに、花ちゃんプロレスやらないのってすごい言われてたんですけど、いや私はやりませんって。で結構家で疲れ果てて寝てる母親とか、怪我で辛そうにしてる母親をずっと見てたんで、相当辛いものっていうのはすごく分かってたんで、絶対にやりませんっていう感じでした、ね、今までそのプロレスをずっと見る側でもう飽き飽きしてたというか、それにもう 2,3 歳からずっとプロレースを見てて飽きていたんですね、正直に言うと。でもこう、まあ、その時母親の作戦かもしれないんですけど、プロレス会場にその母親のグッズ販売の手伝いで呼ばれてて、でやっぱり試合中は売店お客さん来ないので、私も暇なので試合をちょっと見たりとかしてて、ちょうどスターダムの興行でその時ちょうど白井伊代選手が試合してて、それを見てなんか今まではずっと見てる側だったけど、なんかやる側になったらどんな感じなんだろうって思って、見方を変えてみたらすごく面白そうだなと思って、それで結構興味が湧き始めました。いったらまあ始めようで練習し始めたと思うけど、うん、当時はどうでした？辛いこと、もうやってみたら案外楽しかったとか、やっぱつらかったとか。めっちゃ、もともとすごいビビリな性格なので、あの最初倒立もできなかったんですよ、怖くて。怖いことだらけでしたね、もう日々挑戦っていう感じでした。あ、でも
ずっと見てたので、これはきっとこうやるんだろうなとか、この時きっとこうするんだろうなみたいなのはこうずっと見て培ってきたものがあったので、そうこの辺の勘みたいなのはあったのではないでしょうか。でも気持ち的にはしんどかった。やっぱり母親がすごく厳しい人で、で特に自分の娘ってなるとやっぱり他の人よりも厳しく練習中はだったので、本当にまあ今時それ言うかみたいな感じなんですけど、あの練習生に人権はねえと言われて育てられたので、もう毎日号泣しながら練習したりとかは余裕で、怪我しても大丈夫とかの一言とかもなくて、なんか体力でもすごい鍛えられたんですけど、体的な面でもメンタルがすごく強く育てられたかなって思いますね、はい。ウェイトトレーニングとかもすごいトレーナーさんが厳しい方だったので、ウェイトトレーニングも泣きながらやってたし、リング練習も泣きながらやってたし、でもいろんな自分ができないこととかに挑戦してって、なんか恐怖とかとも向き合って、すごいなんか自分の内側と向き合うようになって、なんか生活がシンプルになった気がしました。見つめ直して負けちゃう人もいるじゃないですか、ダメだ逃げたいって、そういう気持ちにはならなかったですか。なんかプロレス始める前に母親とやるなら最低3年やりましょうっていう約束をして、なぜならば、まあ、石の上にも3年っていうことわざがあるでしょみたいな感じ でやるなら最低3年やろうねっていう約束で、まあ、私の中では結構天の弱なので、かける3年して最低9年はやってやろうと思って今やってるので、やめようとかにはならなかったですね、絶対に。9年もやってりゃ誰も文句言わねえだろうみたいな、辞める時とかに。そうで、逆に今までプロレスやるまでにこうすごく長く続けたものがなかったので、ダンスもこう始めたり辞めたりとか、やったり辞めたりとかだったので、こうずっと継続してるのがプロレスやる前までなかったので、もうこれでダメだったら本当に自分はダメだって思いながら結構やってたと思います、うん、これを続けずして何を続けるっていう感じでした。それでデビューして人前に立ってとかそういうのは、でもなんかデビュー戦を迎えて、私プロレスラーって言ってよりかは、デビューして最初の頃はあの同じ団体だった佐伯麗華選手とずっとシングルマッチ で試合も月に 1,2 回だったの でそこからスターダムさんとか戦場とかいろんな、まあでも結構主軸がスターダムだったんですけど、いろんな団体に上がるようになって、いろんな選手と戦うようになってから気持ちの面ではすごい変わってきたかなって思います。変わったプロ意識がなんか今まではやっぱり自分とすごい向き合って、で練習してるメンバーとか試合するメンバーは大体同じ人で、結構こう内側にフォーカスしてるって感じだったんですけど、こう外の人と関わるようになってから、視野が広くなった感じ、視野が、はい、めちゃめちゃ広くなった気がしてます。まあ、いろんなその団体さんも渡り歩いてきて、そのスターダムでよかったところ、なんでスターダムだったのかっていう、でもめちゃくちゃたくさんありますよ、やっぱり、まあ、まず一つはこう夢がすごい叶いやすいっていうか、私の場合は海外で仕事をするっていうのが夢だったので、まずスターダムに入って、でまあ、本当は一発目後楽園ホールだったんですけど、自分の体調不良で出れなくなってしまって、ニューヨークで試合することがスターダムに入ってなかったら絶対なかったと思うから、このキャリアでニューヨークで、しかもマジソンスクエアガーデンで試合ができる、第ゼロ試合だったんですけど、第ゼロの前か、本当前座の前の前座ぐらいだったけど、あそこでできたっていうのはすごい私の中では
すごいいい経験になったし、あとこうプロレスの試合にすごい集中できる環境だなって思う。他の団体さんと比べると、あの雑用とかすごいしないといけなかったりとか、結構みんな大変なんですよ。スタッフ、スターダムのスタッフがやってる仕事を他の団体の人たちは選手だけでやってたりするんで、まあ、スタッフさんがいるっていう。そう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 、スターダムはスタッフさんがいるんで、結構選手は自分のことに集中できる。すごいそれはいいことだと思うし、あと年齢層がこう若めだから、なんか自分の意見を発信しやすいから、みんなでディスカッションすることができる。女子プロレスって結構怖い世界のイメージを持ってる人が多いと思うんですけど、スターダムは結構、うん、爽やかな空気が流れてるのではないでしょうか。プロレス好きのそこのあなた、なよなよしてねえで、さっさと応募しろ。